はい、じゃあ、続いてのコーナーはですね、はい、戦国、戦国開花っていうレーベルをですね、来年から、ね、はい、立ち上げるようになりまして、開花、素晴らしい、戦国開花という、開花ってのはどういう、開花はそのまま、書きます、開花は、運が開くの開花の意味なんですけど、CA、CAICA ですね。開花、開花、開花。まあそこ、開花、花開くですか。そうです。あ、そうなんですか。あるし、あとなんか、まあ、運が開くみたいな、開花するみたいな。そうです。戦国開花。そうです。この感じでいいんですか。感じですね。へえ。これレベル、戦国レーベルなんですよ。へえ。で、まあ僕もどこまでできるかわかんないんですけど、やっていこうってこと で、うん、でそちらの第一弾アーティストが、うん、こちら、うん、アスベスト、ファシャン、はい、これがアスベストが、まあ、第一弾アーティスト で今ちょうど CD を作っていて、年始ぐらいには発売したいなと思ってます。アルバム、はい、おセカンドアルバム。アスベスト前はそのファーストと、アシュレック、オ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 シュレック、そうっていう人となんか2人で作ったオシレックの、そうですね、全部トラックプロデュースで、ダブルネームダブルネームみたいなアルバムを出してて、でちょうどそれで、まあそれは今までフルーツポンチっていうレベルだったんですけど、フルーツポンチっていうレベルがあったんですけど、それはまあアスベスト自分でやってて、でまあ今後は僕のレベルで出すって話になって、で実際にね、うん、まあ非常にまあその本当1枚目もまあ、こんなこと言っちゃいますけど、まあ、あんまり売れなかったんですよね。で、セカンドに関しては、まあ、どうしてもその、まあ、今アスベストのかなり追い風が吹いてると思うんで、まあ、ハンニョ君に参加したりとかですね、うん、はい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 、なんでぜひちょっと売りたいので、うん、こうお三方で意見を聞いて、うん、売る戦略を考えようと。なるほど、はい、セカンドアルバムがセルすると2015年にアスベストのセカンドアルバムがリリースされますよと。リリースされます。でそれを売るためにはどうしたらいいかと。そうです。そういうアイデアを今出してみようかと、はい、そういう話ですね。そうです、うん、なるほど。で実際ちょっとアスベストが今エントリーシートっていうベスト版が、うん、はい、全国の TSUTAYA さんで借りれますので、うん、レンタルのみ。レンタルのみ。TSUTAYA どこでもあるんですか。あります、あります。販売じゃないんだ、レンタルのみ。レンタルのみですよ。あ、なるほど。でいくらなんですか。、まあ、レンタルのみで、実際なんかアスベストの方でもこの写真を、写真撮ってつぶやくと、シャープ、ね、アスベストのベスト、そうです、シャープアスベストのベストをつけてツイッターにアップすると、アスベストから手書きの歌詞カードがもらえるらしいので、うん、皆さんぜひやってください。多分戦慄戦国をすごい好きでもアスベストの CD、アスベストの音源聞いたことがないっていう人かなりいると思うんですよ。まあライブは見たけど、そうそうそう、その歌えるまで聞いてる人はそのライブも見てる人いないんじゃないの。いや、いますけど。それいるでしょ。これ空いてます。空いてます。歌詞カードないんですか。歌詞カードはないんですよ。あ、本当だ、1曲ついてるだけなんだ。そうなんです。あ、飛車を見出し、なるほどね。あ、これを手書きでアスちゃんが、そうです、一人一人、ですね、抽選で10名様に、はい、もらえるみたいですね。そうです、はい。で、とりあえずそれが手書きの歌詞カードが欲しい人は伝えていて、これを写真に撮って、シャープアスベストのベストとつぶやくと、それが当たるかもしれないと思いますね、ツイッターでね、はい、みたいなことを。そうです。おお、なんか他の方法論としてセカンドアルバム用に何かアイデアはないかと。そうです。まあこういうことをそんな具体的なことじゃなくてもいいんで、うん、じゃあこういう曲作ってみようよみたいな、うん、とかこういうミュージックビデオ作ってみたらどうかなみたいな話でも全然いいんで、うん、ちょっとあ、そっから、いや別に固まってるわけじゃないんだ。売り方じゃないんだ。売り方でもいいですよ。売り方っていうか、まあ内、まあ、内容でももしアイデアがあってまだ間に合えば採用するかもしれない。採用するかもしれないんで、コメントにも書いてもらえば。なるほど。どうですかね、まあ、でもお金もらわないと喋れないですよね、そんなことね。じゃあ後でお金まあまあ、あれですけど、はい、分かりやすく言うと
最近のトレンド、もう本当にもう世界的な爆発的なトレンドになるにはもうダンス動画しかないんですよ今ね。だから要するに、はい、ハーレムシェイクって曲があったんですよ、はいはいはい、それを突然その曲がかかるとみんなでくるっとように踊り出すみたいな動画をとにかくみんなもう YouTube とかにアップしまくるっていうのがすごい流行ったの。もう世界的に流行ったの、はい、最近ですか。去年かな、2013年のもう年あのビルボードとかも年間ベスト10に入るような曲で、まあ、インストの曲なんですけど、サイモンとかビートジャックしてましたけど、うん、まあ、それはあのバウアーっていうですね、アメリカのベースアメリカかベースミュージック系のミュージシャンなんですけど、とにかくその曲がかかったら、例えばオフィスでみんながこうやって仕事してるんだけど、はいはい、突然今これでねこの曲その曲がかかったら突然バカみたいにみんながウェーッと踊り出すっていう動画を世界中のみんながアップするのが流行ったの、マジで。日本の人もいっぱいやってましたけど、でそれをうまく真似したのが AKB48 の、あのこういうクッキーですね。ああなるほど、そこから来てるんですね、はあ、あれね、はあ、でさらに最近で言えばファレル・ウィリアムスのハッピー、あ、まあ、その流れなんですか。その流れですね、はあ、あれってファレルの発信なんですか。いや、あれはまあ多分誰かが始めたんだろうな、知らないファンの人かなんか、うん、ハーレムシェイクもそうじゃん、AKB さんは多分結構促してるとこあったんですけど、でも上手でしたよね、うん、あの日本の落とし込み方として、いろんな企業とかから始めてね、うん、でも、今一番バズる方法はダンス動画ですよね、うん、ただアスベストもそうなんですよね。ダンスサンプルもね。わかんないですよ。でも踊るってのはちょっと考えにくい。アスベスト自体はクラブの DJ タイムクソみたいなの踊ってますよね。めっちゃ踊ってますよね。アスベスト。でも素敵です、ね。でもあともう一個ヒップホップの今の流行としてやっぱりダンスっていうのは結構欠かせなくてですね。うん、今バインってあるじゃないですか。はいはいはい、あのツイッターの会社が今一応やってるから、6秒動画。投稿するのがあるですね。 あとまあインスタグラムもそうですね。インスタグラムも動画15秒アップできるじゃないですか、うん、で簡単その曲の簡単な振り付けを作ってそれをアップしまくってるんですみんな。でダンスからアメリカで特にダンスから火がつくってすっごいあるんで、でクラブでその曲がかかるとみんながその踊りするみたいなのは、まあ、パラパラみたいなもんなんですけど言えば、でもそれで流行ってるんですよ今のヒップホップって。アメリカの全部頼らないけどそれで流行るのはすっごい確率として高くて、だみんなまあだいぶ乗っかってきてるから飽和してるけど、でもそれで新しいステップとか生まれるとそういうのやったりするんですよね。だからアスちゃんになんかね推し曲をアスちゃんが可愛いダンスを作ってやって、アスちゃんがライブの時にみんなその振りをするとかっていうのもまあ一個アイデアですよ。でもこれ本当に世界的なトレンドなんで。ありがとうございます、はい、なるほど、うん、まあ、それからアスちゃんにちょっと自腹で、まあ、北海道から沖縄までヒッチハイクしてもらって、ああドキュメントで、そうドキュメントでオールセルフィーでね、オールセルフィーで自ら、ね、でもそれ本当にちょっといいかもしれないですね。ね、ちょっと面白いで行った先の時の道端でライブしてあと自分で手売りした CD のお金でしか生活しちゃいけないとか、あそれむちゃくちゃいいっすね。でも売り上げ入ってこないでしたら、あ入ってくるの、入ってきます。でもいやそれむっちゃいいんですよ、北海道からスタートで、うん、東京に到着するまでの、うんうん、でも CD しか、CD のお金しか生活できない。大丈夫なのかそれ、アスちゃんのかなりアスちゃん、まあまあ1日だけ、1日だけやってみるとね、電波少年でやりましたね、それ、うん、いや、電波少年だから最後に曲、1曲あれですよね旅の集大成の曲を作って、面白い。でそれが特典に、ああでもそれ CD 売れないか、それでもそうですよね。あ、まああとになっちゃう。それがもっと気合い入れて365日ライブみたいな、必ず1日1回どっかでライブしてそれ、翔さん的なやつですね。あ、伊勢翔さん、はい、そうですね。あ、それでも毎日やってるんですか。いや、もう終わったかな、毎日フリースタイルを動画でアップするけど、あすごいすごいですよ、それはすごいです、それはすごいですよね。まあ、毎日やるってすごいですよね。すごいですよ。サイモン・ジャップさんが何週かすげえ数をリリースしたじゃないですか。50週間、あれもすごいよね。50週間連続リリース、iTunes でして、今度それを中からベスト版がね、リリースされますね。それを勝るぐらいの、すごいことしないと。まだ俺やっぱヒッチハイク。ヒッチハイクでも本当にいいな。面白そうですよね。東京を目指すってやりたいな。
東京どっからどこへ北海道から東京です。マジでマジで本州来んの大変じゃねじゃあ本州の一番端にしたら青森にして青森から青森の現地のラスト新潟とかあっちの外回りで行きましょうよ。金沢とか青森から、うん、でまた帰ってきましょう。ぐるぐる巻き込んで宮城とかあっちのも通らなくなっちゃいますけど、それぞれのバトル MC。 あ、まあでも意外と、はい、そっか、仙台ぐらいまでとか、仙台から東京とか夜行バスとかって多分そんなしないっすよね。しないっすね。だから CD2、3枚言ったらなんとまずのって来れちゃうな。まあ本気出したら本当1回で来れるかもしれないけど、果たして本気で売れるのかっていうところもなんかちょっと面白そうだし。確かにそうっすね。東京っていう東京で売る方法としてはやっぱ じっくり時間かけて帰ってきてもらった方がいいけど、いいけど、まあ1日で終わっちゃうかもしれない。1日で終わっちゃうかもしれない。まあでもそれはすごいけどね。でもそしたら次どこ行くって宣言すればツイッターとかで、うん、あのファンの方がおにぎりをみたいな、アスベストといえばおにぎりみたいな。それでも確実にちょっとなんかあれにはなりそうですけどね、うん、やらないよりいいですもんね、うん、マンションがそれできるんであれば、あとはまあその時間がちゃんと取れてるのかっていう。あ、そうですね。それはもうこれ正社員さん的な、ラッパーさんでも正社員はいっぱいいるだろうから、仕事してたり家庭があったらアスベストしかいない。アスベストしかいない。まあできる人しかいない。あと吉田さん同行するからですね。そうですね。まあでも面白いと思いますけどね、まあ言うだけだから、うん、お願いって、まあ、まあ今これも企画なんですかね。やるやんなこと言ってね、うん、まあ、なんですかね、アスちゃん、え、本人はなんつってんすか。あ、分かったら見てるか。本人は俺が今出た会話とかね、結構言うんだけどね、全部ダメだっていう。あ、いや、やってるね。まあ、アスちゃんがそれいいですねってなった時は本作業になるんですよ。そう。じゃあどんだけ出してもアスベストは蹴るんだ。そうだね、あのね、なんかあの俺が言ったのはね、あの野球犬をするミュージックビデオ撮ったらどうだって言ったの、うん、あの、うん、まあ聞いてみよう、最後聞いてみよう。野球犬をする、なんか女の子が服脱いでいくやつとかどうって、あの、そんなにみんなにキャップを浴びる人って言ったら、うん、むちゃくちゃ怒ってましたね。あんたは本当ラッパーの気持ち分かってねえなっていう話をされて、俺は楽曲聴いてる人間がそれ聞いていいと思うと思ってんのって言われて、それも言われたし、あとアスベストはいろんなその汚れ仕事を、例えばその熱々おでん食べたりとか、熱湯風呂に気を伝えるやつとか、それだけを10連発で曲に流しながらそれやろうよって言ったら、アスベストは結構それ言った後だったんで、アイドルの野球犬の後だったんで、超呆れた顔して、うん、正社員に俺にも親がいるんだよって言われて、そう、なんかそれはもう、そうですか？それは全部もうボツですね。あ、なるほど。でも今の、はい、ボツにするのもったいないなと思って、あの野球 YouTube ってさ、はい、エッチなの引っかかるじゃないですか。そうなんだよ、それ俺すげえ言ってんのそれ。だから、うん、ちょっとしたパンチラとかハプニング映像ですら見ちゃう、探して見ちゃうじゃないですか。YouTube で見る新鮮さというか、はいはい、だって YouTube にこの端にさ関連動画にさ、うん、ね、釣られるよね。そうだったら絶対押しません、うん、なんか何億再生とかなってるもんね。持ってますよね、あれね、何千何百万みたいなとこなってるの、うん、でもそれ言ったらやっぱ嫌がってた。あー、真面目だね。まあ、まあ、まあラッパーとね、あれだもんね、まあ、まあそれはでもやっぱり、でも俺もそういう話してて一周して、一周っていうか、まあそれ話アスベストが言われて、まあでもちょっとそれは恥じました、そういうこと言った自分を。あ、ダメだった、ダメだなと思って。もっと真剣に向き合いなさいよと。向き合いなさいよ、まあ確かにそれで再生回数はすごい伸びるかもしれないけど、再生回数だけですよね。そう、再生回数だけだと思うし、そこがゴールなのかって。そうそうそうじゃなくて、やっぱアスベストはアスベストでファンがいっぱいいるし、まあ女の子のファンの方がいるかもしれないからね、うん、アスベストの曲をいいっていうファンがやっぱいっぱいいるから、でライブとかもすごいいいじゃないですか。ヤオンも良かったし、ヤオンでハンネさんのワンマンの時はアスベストが一緒に出てきてライブしたのすごい良かったし、うん、やっぱそういうハンネさんとかもやっぱ認めてるからコラボしたと思うんですよね、うん、だからやっぱその、まあ、そうじゃなくてアスベストちゃんと話し合って決めようかなとは思ってます、うん、この企画関係はね、全てが無駄になってかない。でもやっぱここはユート .com の力を借りてですね、はいはい、すごい可愛いギャルをね、いっぱい呼んできてもらって、もうアスちゃんがクソモテてるみたいな、うん、ね、昔のバッドボーイぐらいのさビデオ、じゃあね、ワンサがはべらかしね、シャンパンシャンパンともうね、うん